バーナード・リーチ、バーナード・リーチ、ベルナール・ハウェル・リーチ、1887年1月5日から1979年5月6日は、イギリス人の陶芸家であり、画家、デザイナーとしても知られる。日本をたびたび訪問し、白樺派や民芸運動にも関わりが深い。日本民芸館の設立にあたり、リュウムネヨシに協力した。 リーチは1887年、明治20年、植民地官僚だったイギリス人の父とイギリス人の母の間に香港で生まれた。リーチの母は出産で死去したため日本にいた母方の祖父に引き取られ、関西に住んだ。リーチの祖父は京都の第三中学校や彦根中学校で英語教師をしていた。来日から4年後、植民地官僚だった父の再婚に伴い、 香港に戻ったが1895年、父の転勤でシンガポールへ移った。1897年、リーチはイギリス本土に移され教育を受ける。リーチは1903年、芸術家を志してロンドンのスレード美術学校に入学するが、翌年父が死んだため銀行員となり1907年からロンドン美術学校でエッチングの技法を学んだ。その時、 ロンドン留学中のコウムラコウタロウと知り合って、日本に教習を抱くようになり、1909年、明治42年、日本に戻り東京、上野に京を構えた。リーチは、生涯の友となる、リュウムネヨシをはじめ白樺派の青年たちと知り合いになり、1917年には、彼らの本拠であったアビコにて、版画指導を行ったほか、イギリスで起こったウィリアム・モリスらのアーツンドクラフツ、 運動など西洋芸術についての議論を通して、手仕事の復権や日用品と美の問題などを語り合った。また、リーチは、富本健吉と知り合い、富本と共に訪れた、上野の博覧会会場で、落きつけを始めたことをきっかけに、茶道や茶道具に惹かれた。リーチは1912年に六代、小形健山に陶芸を学び、中国から戻った1917年、リーチは、 アビコの柳の家に窯を開いて、陶芸家としての一歩を踏み出し、後に七大健山の名を免許された。この時、リーチたちの元を訪れた陶芸家の浜田昭治と友人になり、リーチは1920年に浜田と共に、イギリスのセントアイブスに移り、日本の伝統的な上り窯を開き、1922年には、リーチポタリーという名の窯を開いた。リーチらは、 セントアイブスで西洋と東洋のビア哲学を融合させた陶磁器を作り朝鮮や日本、中国の日曜陶器に注目した他スリップウェアや塩油といったイギリスやドイツの忘れられつつあった伝統的な日曜陶器にも着目してその技法をマスターした。リーチラは陶磁器を芸術、哲学、デザイン、工芸、そして偉大な生活様式の融合したものと見ていたが、 西洋人の多くは陶芸を一段低い芸術と考え、彼らの作品を当時の洗練された工業製品に比べそやで下手なものとみなしていた。1934年、リーチはイギリスでの陶芸全般の評価に失望し、再び来日し、日本民芸間接立を目指していた柳に協力した。イギリスに戻って1940年に出版した A Potter、S Book。 投稿の書は、リーチの職人としての哲学や技術、芸術家としての思想を明らかにした本で、リーチの名を知らしめる元になった。リーチは、実用より、美学的関心を優先させた、純粋芸術としての陶芸に対し、実用的な日用陶器を作ることを擁護した。リーチは陶磁器に、重要なのは、絵画的な絵柄でも、彫刻的な装飾でもなく、日用品としての用を満たす。 器の形状や触覚だと考えた。このため、リーチの制作スタイルは1950年代から1960年代のミッドセンチュリーのアメリカでカウンターカルチャーやモダニズムデザインに大きな影響を及ぼした。リーチは近代的で共同組合的なワークショップを運営して一般大衆向けの手作り陶磁器のラインナップを制作することを絶望していた。 世界中からリーチポタリーに陶芸家が弟子にやってきてリーチの様式と信念を世界に広げていった。例えばカナダから来た見習い陶芸家たちは1970年代にかけてバンクーバーを中心としたカダ西海岸に活発な陶芸シーンを形成した。アメリカ人の弟子たちの中にはウォレン・マッケンジー、ワーレン・マッケンジー、マッケンジー自身もミネソタ大学で 多くの更新の陶芸家に影響を与えた。や、バイロンテンプル、バイロンテンプル、クラリー・イリアン、クラリー・イリアン、ジェフ・ウェストリッチ、ジェフ・イーストリッチといった陶芸家がいる。ニュージーランドの陶芸の第一人者、レン・キャッスル、レン・キャッスルも1950年代半ばにイギリスへ旅し、リーチと働いて大きな影響を受けた。また、長年、リーチの助手だった。 マイケル・カーデューやオーストリアで陶芸を収めた後に、ナチスから逃れて、イギリスに渡りリーチの影響を受けたルーシー・リーラは、リーチと協力しあるいは競いながら、イギリス陶芸の地位工場に努めた。なお、たびたび来日し各地で作闘したほか、アンノーン・クラフトマン、知られざる職人などの書を通して、民芸運動や、その連作家をイギリスに紹介し、展覧会も開きその理論を解説した。 リーチは1940年、アメリカ人の画家、マークトビーとの交友を通じバハーイー教に入信していた。1954年、イスラエルのハイファにある寺院に巡礼に行ったリーチは、東洋と西洋をより一つにするため東洋に戻り、バハーイ教徒として、また、アーティストとして、私の仕事により正直になろうと努力したいと思いますとの感を強くした。 リーチは1972年まで制作を続け、なお世界を旅して回ることをやめようとしなかった。また、リーチは視力を失っても陶芸に関する著述をやめなかったという。1963年に大英帝国勲章、オーダー・オブ・ CBE を受章し、1974年に国際交流基金賞を受章している。1977年、ロンドンのビクトリア アルバート美術館はリーチの大規模開顧展を開いたがリーチはその2年後の1979年にセントアイブスで成去したリーチポタリーは今なおセントアイブスに残りリーチやその関係者たちの作品を展示する美術館を併設している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください